木村茂雄は昭和2年福島県会津若松市に生まれ、終戦直後の混乱期に会津若松市を中心に愚連隊のリーダーとして暴れ回っていた。そんな時、地元の名門バクト組織格差大一家4代目の佐藤明総長の目に留まり、その行動力と統率力が評価され、若手としての杯を受け都政入りした。その後、佐藤明総長の見込み通り、同一家内でめきめきと頭角を現し、組織の発展に尽力した。昭和40年、佐藤明総長が死去したことで跡目争いが起き、なかなか跡目が決まらなかったが、昭和42年6月、木村が正式に格差大一家の5代目を襲名した。ちなみに、格差大一家とは大正時代から続く欧州の名門バクト組織で、当時は山口組との縁はなかった。昭和47年、賭博容疑で指名手配となった木村は、逃亡中に山口組豪遊会会長、中山勝正と出会い、すっかり意気投合し、兄弟付き合いを誓い合ったのがきっかけで、翌48年、中山勝正会長の紹介で、田岡和夫3代目に引き合わされ、同年6月、田岡和夫3代目から親子杯を受け、山口組に加入。格差大一家は、東北地方で初めての山口組直系の看板を掲げた。当時の山口組は、関東以北にはほとんど拠点はなく、東北地方では姿に組系列の下部組織が進出している程度だった。戦力的には極めて手薄な地域だっただけに、格差大一家の加入によって山口組は東北地方に大きな共闘法を築いたのである。以来、山口組の東北鎮台と言われ、周辺関係筋に睨みを利かせた。昭和59年、竹中正久4代目体制が発足すると、木村は若頭補佐に昇格し、執行部入りを果たすと、その存在はますます威光を放つことになった。平成元年、渡辺義則5代目誕生で舎弟に直ったが、東北地方の直参として格差大一家の地盤を守っていたが、平成4年12月、木村茂雄は病気により死去した。